1995年の福岡大英ホークスでは、1995年の福岡大英ホークスにおける動向をまとめる。この年の福岡大英ホークスは、大貞治監督の1年目のシーズンである。開幕前の下馬評では西部から FA で、工藤君康と石毛博則、当時大物メジャーリーガーだったケビン・ミッチェルを獲得し、上位予想も多く一部のマスメディアからは、 ON 対決への期待もあったとも言われた。開幕戦は、西部相手に、ミッチェルの満塁本塁だなどで得点し11から10で勝利し4月末までは西部を追いかける立場にいた、ものの5月以降失速、さらに、下柳津義の交通事故での離脱やミッチェルの故障の治療におけるトラブルなどで途中退団するなど、不慮のトラブルに見舞われた。A クラス常連だった。 近鉄の低迷に助けられて、最下位こそ免れたが2年ぶりにシーズンを負け越すなど、最終順位は5位、結局18年連続の B クラスに終わった。個人タイトルでは、国母勇気が本類打王とベスト9と、ゴールデングラブ賞、工藤清康と秋山浩二が、ゴールデングラブ賞をそれぞれ獲得した一方で、不審の数山本が戦力外通告を受け自由契約になった。 対戦成績は11年ぶり優勝のオリックスに13勝13敗で、検討したが、2位のロッテには5勝21敗と大きく、負け越し、7月16日以降は同一カード10、連敗という屈辱を味わった。ありがとうございます。